はい、皆さんこんにちは。こんにちは。レクセン日光市の森山です。本日は2019年度、司法書士試験一発合格されたですね、私のクラスの合格者、藤岡さんの方にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤岡さんは福島の方にご在住ということで、そうです、はい。で、私の講義を聞いて講師に影響されて、まあ、同じものが好きになるって方いますが、私が講義の中で身体特急の三大図いつもの話をしてたら、好きになって何回も乗ったと。そうです、6回も乗っちゃいました。ありがとうございます。楽しかったですか？いや、もうこうなんですかね、こう下りが特に好きなんですけど、こう寝て東京から行く方ですね。そうそう、東京からこう岡山まで乗るんですけど、はい、こう寝て起きて、こう朝カーテン開けるとですね、こう兵庫県の山の中でこう、なんかこう農村っていうんですかね、こう田んぼとかあって、こう太陽がこう出て、もう最高ですね。最高ですね。最高ですね。もう先生のおかげで。はい、ありがとうございます。で、そのような形でですね、合格されたわけですが、まずいろいろ聞いていきましょう。皆さんもですね、参考にしていただければと思います。一発合格の極意ですね、ぜひ、聞いてください。で、まず司法書士を始めようと思った理由ってありますか？はい、ですね、数年ぐらい前だったんですけど、はい、田舎にその、まあ、僕ら家族がですね、はい、その建物とか土地あるんですけど、一軒だけその名義が曽祖母、ひばちゃんですね、曽祖母のまんまになってる建物があって、で、まあ、司法書士の先生にお願いしてたんですけど、まあ、ほら先生も人間だから、やっぱその一軒だけ多分土地、相続土地入れ忘れちゃってたんですよね。あ、よくありますよね。いくつか土地分かれてる、そう、10個だけ忘れるとか、なんか先生の授業でそれのために共同抵当、共同担保を見るって話をしてましたね。そうそうそうですよね、はい。で、まあ、それでじゃあどうしようかな、なんか自分でやってみようかなって思って。自分で？そうなんです、はい。でですね、ちょうど法務局のウェブサイトとかにこうやり方とか丁寧に書いてくれてるんで、それ見ながらですね、こうなんか栄山太郎ってとこ自分の名前変えてみたりとか、とかこう物件をこうひな形をこう見ながらずっとこう自分に当てはめてこう見よう見まねで書いて、でなんか説明のですね、こうこれが必要ですよみたいな書類を全部集めて、で近くのですね、法務局のところにですね持ってって、でなんか何度もこう相談して、なんかすごいいい人たちでなんか何度もチェックしてくれて、でこう自分で本人申請することができたんですね。で、結構なかなかその作業っていうのかな、その、作業自体がすごい楽しくて、なおかつその法務局の人たちもみんなすごい親切だった。あ、なんかいい体験したなって思ったんですね。あ、じゃあ登記が楽しかったと。そうなんですね。それがきっかけでですね、なんかこれ好き、こういう楽しいのが仕事だったらええやんみたいなところもありですね、まあ、あとですね、自分がこう今別の仕事してるんですけど、ちょっとその仕事がですね、まあ、今後どうなっちゃうの、まあ、今はそんな困っているわけじゃないんですけど、そのどんどんその従事してる人のね、その従事者の人数も増えてるし、はい、そのちょっと体力的にね、その例えば年取った時に、じゃあこれ同じ仕事そのできるのかなみたいなところがあって、楽しいし、こういうのも仕事に例えばその一つにするのもいいのかなっていうふうに思ってですね、こう取ろうかな、今困ってるわけではないけれども、そう、今後どうなっちゃうのかなっていうのがありまして、司法書士の資格取っとけばね、定年後とかでもできますからね。ってことは仕事しながらの勉強だったわけですね。そうです、仕事しながらでした。なるほど。じゃあその仕事との両立をしながらどうにか一発合格したという形ですね。そうです、じゃあそのあたりの秘訣も聞いていきましょうか。で、それでレックの方に申し込んでくれたわけですが、学校迷ったりとか、クラス迷ったりとかしませんでした？ありました。で、ですね、なんか最初にですね、これもまたちょっと昔話になっちゃうんですけど、僕は母親いるんですけど、母親が行政書士受けるぞって言って、なんか一生懸命10年ぐらい前ですかね、なんか盛り上がってて一生懸命勉強してて、その時なんかレック行ってたんですね。でなんかうちの母親なんかすっごい楽しいわ、授業楽しいわって言って、なんかこう横浜とかですね、まあ、うち、まあ、東京の東の方に住んでるんですけど、1時間半とかかけて電車乗って行くわけですよ。で、そこまでして楽しいわって、まあ、レックってすごいとこなんやろうなとか思ってたんですね。で、その後ですね、まあ、さっき言ったような理由でですね、こう社会人になって、まあ、なんかちょっともう一回勉強してみようかなって思ってですね、どうしようかなと思って、まあ、ネットで調べるじゃないですか、ガチガチガチ。で、まあ、そしたらある、まあ、予備校のですね、ある先生のこうブログが出てきて、で、なんかこう、まあ、〇〇〇って塾だったら、まあ当然僕の授業がおすすめなんだけど、レックってとこだったら、いや森山先生っすよみたいなことが書いてあって、他の先生のブログに書いてあったんですよ。で、森山先生って先生がいるんかみたいな感じで、で、その後レックのウェブサイトを見たら、ちょうどお試し受講キャンペーンみたいなのやってて、なんか最初の多分民法の初回か、なんか3回分ぐらいですね、なんかそれをなんか A 先生 B 先生 C 先生みたいな感じでディスクを送ってくれて、まあ好きなんかこう見比べてねみたいなこうやつがあったんですけど、それをですね、
申し込みさせていただいて、まあ、もちろんその、まあ、どの先生もすごいもう魅力的でね、まあ、なんかこう、まあ、こういう教え方もね、こういう教え方もねってこう、まあ、いろいろ皆さん個性的でいい先生たちだったんですけど、特にこう森山先生の授業がですね、あの より僕にとってその一番いいなと思いましてですね、それで申し込みさせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。その講師をちゃんと見て選ぶってことが大事ですね。そうですね、あの例えばこう多分ほら人によってこう、こういう習い方の方が私いいわみたいな、そういう人もいると思うんで、まあ、よく見るのはやっぱだから、ね、大事なのかなって思って。そうですね、うん、あの講義始まったら家族よりたくさん見ることになりますもんね。そうなんですよ。でなんかもう、うん、もう本当先生の動画で途中から僕実は最初こう家族に隠してたんですよね、こう受験で途中で実は、まあ、なんかいきなり家族もバレてですね、なんかあんた文系の仕事文系の資格受けてないみたいなこうバレてですね。それ隠してやったんですか。隠してやってました。それはどうしてですか。いやなんか結構なんか余計、やっぱちょっと本業と違う分野なんですよ、うん、で、うん、本業と違う分野だからあんた何余計なことしてんのよって言われたらどうしようかなみたいなとこあって、まあ、隠して受けてたんですけど、やっぱなんか雰囲気でバレるんですよ ね。でなんかこういやあんた文系の資格受けてないとかね、なんでよかったのみたいな感じですね。で、まあ、途中でそしたらなんかお母さんもじゃあ頑張れ頑張れみたいな感じだったんですけど、でこうまあ家で見てる途中から僕家で見るようになったんですけど、うん、そうするとこう自分子供がまあ3歳ぐらいなんですよね。こう子供来て、このおんちゃん誰とか、いやこれ森山先生って言うんやでみたいな、こうだから下手すると僕自分の子供より先生の顔見てる方が長かったです。そうですよね、うん、ですからあのこの講師嫌だなと思ったらもう聞く気なくなりますからね。そうそう、でだからその点で、ね、その先生おっしゃるようにお試しでその例えば、ね、分かるからそれはもういやこれなかなかお試しでるいいなって思いました、うん、はい、でそれでもうサンライズが、ね、好きになってくれるぐらい聞いてもらうとやっぱりゆかりますよね。そうそう、はい、ありがとうございます。で実際受けてみてレックの講義はどうでした、うんうん、そうですね、まああのうん、レック受けて、まあ、僕ちょっとねあの今回レックのレックさん、レックさんっていうんですかね、はいはいはい、レックさんしかお世話になってないから、まあ、他と比較してっていうのはちょっとわからないんですけど、ね、いい点がいくつかあったなって思うのが、はい、まずその、はい、こうまあ、僕もしかもその初学者向けの講座だったんですね、うん、この最初15ヶ月ですね、うん、なあの春ってやつだったんですけど、はい、あのなんていうのかな、あのそのあごめんなさいね、そのなんかセット商品になってたんですよね。そのああ全てが、そう全てがセットになってた。そうだから先生のインプット講座があって、うん、その後例えばこう記述の練習があって、卓越のチェックテストがあってって全部こうセットになってたんで、そうなんですよ。で、うん、だから本当にそれだけ申し込んで、それをちゃんと受けてればちゃんと全部ついてるから、うん、そのインプットもアウトプットも全部できますよ。で結構パンフにもそれ便利ですよって書いてあったんです。はいはい、で最初は、うん、そのものうんとか思ってたんですけど、うん、やっぱこれ便利ですね。こう悩まなくていいんですよ。こうそうですね。うん、なんかアウトプットなかったから、じゃあアウトプットどれにしようかなとか、こうもう悩む時間ももったいないじゃないですか。だからこれはなんかすごい良かったなって。15ヶ月だとあの期日の講座もついてますからね。そうなんですね。自分で練習できたりしますからね。あのだっけ期日ベースアップ講座とかですね。はい、うん、そうそれとあとですね、もう一個いい点だったのがですね、うん、まああの教材が、まあ、インプットの方なんですけど、うん、教材がこの今よくウェブサイトね、あのレックのウェブサイトに載ってるんですけど、うん、あのブレイクスルーテキストってですね、うん、まあ、ほぼ一本化されてるんですね。あと、まあ、森山先生のレジュメって言ったあの、ね、授業のね講義ノートですね、うんうん、あれにほぼ一本化されてるのがすごい良かったなって思うんですね。なるほど、いろいろあっち行ったりこっち行ったりするのが大変ですからね。でテキストが、ね、1本であれば必ずそこに戻ればいいっていうのは分かりますからね。そうなんですよ。だから例えばこう会社の役員の例えば解任って言ったら、うん、もうこのページだよねって絶対決まってるじゃないですか、うん、だからそれはすごい良かったなと思います、はい、うん、はい、ありがとうございます。で実際の講義受けてみて講義の方はどうでした。ですね、まあ、あの先生の講義のまず受けですね、うん、で、はい、もう先生のですね、僕は講義受けさせて、うん、もう先生の講義もいいところだらけで、もうあげればきりがないんですけど、はい、まずですね、こう先生授業されててですね、まあ、その教材、まあ、そのブレイクスルーテキスト、さっき言ったブレイクスルーテキストを沿って授業されるんですけど、うん、先生すごいこうなんていうか、例えばここは絶対こう受験生絶対間違いんだよねとか、はい、うん、例えばここはなんかあのこう記述テキストの記載を読んでも、うん、これ絶対分かんないよねってところは、うん、すっごい詳しく説明していただいててですね、はいはい、で一方で、まあ、これは読めば、うん、あのまあ分かるよねとか、うん、これはちょっとその テクニカルなこと、ちょっとマニアックな知識だったり、うん、テクニカルなことだから、うん、まあ、そんなに説明しなくて大丈夫だよねってところは先生、まあ、ここはちょっとお家でね、例えばこう読んでいきましょうとか、うん、こう軽くパパパって触れるとか、うん、そのなんか緩急っていうんですかね、メリハリですかね、そのメリハリですよね、うん、そのすごいそのメリハリがこう先生つけていただいたんで、うん、それでこうなんていうんですかね、こうまあここが大事なんだなっていうのも分かるし、その全部ベタじゃないんで、うん、そのなんていうんですかね、こう授業がこうテンポよく進むんですよね。だからそうするとですね、例えばこうコマ数って、まあ、決まってるじゃないですか、はいはいはい、民法34回とかこう決まってると思うんですけど、そうするとあ足りなくなりましたみたいなことがなくてですね、そのなんか全部の分野を先生こう、うん、
愛称略っていうのが一個もなくてですね、全部触れていただいて、でこれでですね、今年なんか花王出ましたよね、サイン、戦国時代の武将のサインで、あれとも先生触れていただいてて、なんか結構ね、あれなんかみんな、いや知らなかったみたいな人がね、こ う, う、ね、いてですね、あれテキストにも載ってないですもんね、ですよね、うん、でちょっとこれもまた昔話になっちゃうんですけど、ちょっと自分仕事で、まあ、別の、試験を前受けたことがあるんですけど、こう試験会場で、えこれ知らないんだけどみたいなやつ出ると、会場でビビるんですよね、こう、えどないしようみたいな感じになっちゃって、結構人によってはそれでなんかまあ、これ僕が直接見たわけじゃないんですけど、結構ねその場で泣いちゃって落ちちゃいましたみたいな人とかもいるんですよ、だからやっぱりそのパスしない、パスする項目がないっていうのもこれまた魅力なのかなと、その先生もまんべんなく全部触れていただいたので、それは魅力なのかなと、初学クラスは山手はしないですね、で山手しても外れることもあるし、どこから出るか分かりませんから、もちろんメリハリはつけて難しいとこでここはやんなくていいよってとこはありますけど、今年はこれが出ないだろうっていうのはまずそういう絞り込みはしないですね、それすごい、いや先生のおかげでよかったです、ね、みんなが知ってて自分だけ知らないとやっぱり不安になりますからね、会場でこうビビりますからね、そうなんですよね、これどないしようみたいな、はい、だから今年も工場程度の、ね、問題出たじゃないですか、で、あれもね先生いやこれ出ないと思いますよ、まあ、全部触れますって言ってね触れていただいて、ね、あそれよかったです、時間ないからどうしてもやんない、クラスとかもあるんですけど、ありますよね、はいはい、今日はテキストの方持ってきていただいたんですけど、そのような講義でやったことなんかも結構、こうやってメモしてくれてたりするんですね、こういう脇の方にあれですね、でこれも全部色も使ってますけども、講義でやったことをメモしたりとか、セットで変更とか書いてありますね、こんな感じで、そうなんですね、はい、まああのあれなんですよね、先生の授業を、受けさせていただいて、例えば結構先生その授業中こう分かりやすい例え話っていうのがいっぱい出てるんですね、で例えばですね、こう民法の総則のところで代理って、はい、代わりに手続きしてあげるよって、代理で例えば国民的アニメ、でなんかこう例えば酒屋さんの従業員がですね、こうなんかお客さんを騙してこうお金を稼いじゃうとかですね、例えばあと何でしたっけ、落ち引きと普通の泥棒の違いみたいな話あったじゃないですか、であの時に例えばなんか先生は山手線の、車掌さんのモノマネしてくれて、車庫に電車入りますとかやったじゃないですかね、ああいうのとかですね、あと何でしたっけな、民事訴訟法の訴訟の中断ってあるじゃない、訴訟手続きの中断でファミコンのボタンの秘密みたいな話もありましたよね、とかあとですね、何でしたっけ、供託のところで差し押さえのところで供託したのと何でしたっけ、税務署の差し押さえが競合した時みたいなところで、つながって走るサンライズ地元サンライズ瀬戸、そのおかげで僕もサンライズ好きになっちゃったんですけど、とかいうふうにこう分かりやすいこう例え話が先生すごい授業中にですね、適切なポイントでこう提示していただいてですね、でそれがですね、そのおかげですごいこう理解も進むし、あと逆に理解の進む以上にですね、それもすごいんですけど、あとでですね、それがですね思い出すそのなんてここフックっていうんですかね、こう記憶の、そうなんですよ、こうなんですか、釣り針と何でしたっけ、こっちの引っ掛けるやつ、そうそう、私もよく言ってるんですよ、そういうのが体育館のこのマットの耳みたいな感じで、そこから思い出せるみたいな、でなんかその先生のおかげでその習った内容がエピソード記憶になってですね、そうですね、だからただね紙で習うよりは本当は自分で経験した方がいいんですが、なかなかそうはいかないのでね、その経験をこう、先生の授業を聞くことで体験できるっていうのが、だから例えば、これリカちゃん人形とプラレールの話やみたいな、こう寝てるとこですね、そういうのがとか親父バンドの娘さんとかですね、そういうのがこうなんか問題解いてるときに、それでこう、そういえばこの知識だよねっていうふうに思い出せたのが、もう先生嬉しいですね、とってもありがとうございました、そんな感じで講義聞いていただいたわけですね、でその講義の復習とかって毎日やってました、それがですね結構僕そんなにこう意志が強い方じゃないっていうのと、ちょっと専業受験生じゃなかったんで、結構動画とかもこう1回3時間じゃないですか、で結構例えば前半見て次の日後半見るとか、結構そういうことがあったんです、で大体1本とか2本見たぐらいのところで1回止めて、でテキストもう一回先生やったとこ読んで、で携帯使用補助してね、この本なんですけど、こういう本をですね、この先生の本を使って、その項目を復習してっていうのをずっとやってました、だから毎日復習っていうよりもその動画1本とか2本見たら復習って感じでした、なるほど、でも勉強時間はそんなに取れなかったですね、だからそうですね、直前期になるまでだと、例えば今日は勉強しませんでしたって日は当然あるし、今日はやったぞって日でもやっぱり
うん、まあ、3時間とかそんなもんでしたね。なるほど、うん、なかなかね、あの仕事してる方が1回で受かるって難しいようですけれども、うん、その短時間の中で集中して勉強していただいたということですね。そうですね、うんうん、結構その、まあ、結局最終的にはなんか職場にもバレちゃったんですけどなんか最初ちょっと勝手にもバレて職場に、そうもうどっちもバレちゃった。でもあれですよね、結局それで応援してくれるようになりますよね。そうそう、みんなで職場にバレたのはね、うん、受かった後だったんですよ。で、あ、そうなんですか。そうですよ。で、うん、受かった、あ、違う、受けた後だ、受けた後だったんですけど、うん、なんかまあこう、まあ、ちょっと違う分野だからいろいろ言う人とかもほらいっかもしれないじゃないですか。そうですね、なんかなんか違う勉強していいとか言われちゃうと嫌なんで隠してて、うん、でなんかこう仕事場でこう誰も使ってない部屋っていうのがあったんですね。でそこにですねこもってですね、うん、で電話だけ出れるようにして勉強したりとかしてましたね、うん、で、まあ、仕事の業務内容的にその1日のタスククリアすれば、うん、例えばその空き時間お茶飲んでても何しててもいいよって感じで、うん、まあすごいそういう、まあ、ある意味いい職場だったんで、うん、そういうことがまあできたんですけど。なるほど、うん、あのお茶飲んでてもいいって言うけれども勉強してるとなんか言う人はいるんですよね。そうなんですよ、うん、お茶飲んでないいんだけど何お前違うこと言ってんだよとか言われたねのこういいみたいな。そうなんですよね。だから仕事してる方っていうのはその職場の雰囲気ってやっぱり見る必要があって、うん、応援してくれるのか、 それともね他のことをやってるなんていう足を引っ張るタイプもいますからね、うん、で、うん、実際蓋を開けてみて受けた後もう正直に嘘隠してもしょうがないなって言ったら、なんかまあうちの職場いい職場でなんか、なんかいいじゃんそういうのいいじゃんみたいな感じでみんななんか喜んでくれたんですけど、で一人だけですね僕のあの元々の友達がちょうどたまたま同僚の人がいて、はい、まあ、M さんって人なんですけど、はいはい、M さんがすごいそれにはまあ友達だったんで事前に言ってたんですよ、はいはい、僕実は司法書士受けようと思ってて、うん、って、うん、そしたらなんか M さんですねいい人ですね、うん、まあ、じゃあ俺が代わりにその今日のタスクやっといてあげるからお前はあそこでこもって勉強してるんやみたいな、すごいねいい人でも本当に M さんには感謝しています。はい、ありがとうございます。でそのような中でこう勉強していたということですね、うん、で今話が出ましたけども復習でこちらのうんうん、携帯司法書士なんかも使ってくれていたわけですね、はい、こちらどうやって使ってくれてました？ですね、うん、まあ、これちょっと開けていただければ分かるんですけど、はいはい、この商業登記ですかね、まあ、ですね、はい、で例えばこう先生が例えば商業登記のところをやって、でそうすると、まあ、あ、うん、復習しましょうねって言うと、なんかそうページってくれましたよね、これここの項目やってくださいねっていうふうにページ指定していただいたと思うんですけど、そのところでですね、あのその日その項目を見て、でこう下隠すんですね、こう隠してですね、こうここをこう隠しておくんですね、これピーって隠しといて、こちらから隠すわけですね。そうそう、隠して、でその上だけを見てまず自分でこう書いてみるんですよね。で書いてみて、でこうパッて見て答え合わせして、でこれ合ってた合ってなかったのを右上丸バツ三角とかこう書く感じでですね。あ、本当だ。でそれでやってました。でもちろんその後この先生のこう解説書いて、あ、そうそう、印鑑証明書つけんだよねとか、なるほど、あ、それ印鑑証明書じゃないな、商業特急はでもつけるから、ね、あ、まあ、そうですね、はい、でこちらがあの択一のですね、うん、ですね、それもそうですね、その授業さっき言ったビデオ1個とか2個見た後に、こうその項目をやって、まあ色塗って、まああんま塗ってもねなんか塗りになっちゃうから、まあ大事だなってところ で、ね、あ、でもこちらですね、丸バツ三角ついてますね、そう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 、こういう感じでこう、あ、これやったこれやってないって感じで丸バツ丸バツってやってました。なるほど、ちゃんと上にもやった回数書いて、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。で、こんな感じで、はい、で兼業受験生ってことで苦労された点とかあります？時間の作り方とか。ああ、そうですね、うん、やっぱ苦労したこととしてはやっぱりその、うん、結構まあ通信で逆にその点通信有利だったんですけど、うん、はいはいはい、例えば深夜2時に、あ、なんか時間できたから動画見ようとか、うん、そういうのはできて、だからそう細切れにさっき言って、うん、例えば授業1回3時間なんですけど、うん、それ例えばまあ、ちょっとね、まあ、限度はあるんですけど、例えばこう30分ずつ6回、6回から6回に分けてみましょうとか、うん、そういうふうにこう細切れの時間を使ったのかなっていうふうに思います。なるほど、うん、まあ、通学されてる方は通学されてるメリットもね、うん、ありますけど、通信の方はさて細切れに見られるとか、あの仕事の合間に見られるってメリットはありますよね、うん、とかですね、あと倍速、そうそうそう、今その話をね、あ、ちょっと、で、あ、倍速でですね、なんかこうその公式のアプリっていうんですかね、あのソフトでこう、うん、下にこう1倍から2倍までで、こう大体 1.4 倍とか、うん、1.8 倍というふうにこう選ぶことができるんですけど、そこでですね、こう大体こう、あ、疲れたって時は 1.7 倍ぐらいですね、今日は元気だって言ったら2倍とかで、やっぱり集中力がある方が、やっぱそうですね、耳がやっぱついていかないんですよね、うん、その疲れたって言った時はやっぱ 1.7 倍ぐらいで、うん、でこう先生の授業のいいところはですね、うん、先生結構こうクリアボイスでですね、2倍でも全然わかるんですよね。だからそこはやっぱり お試しで見て、あ、なんかこの先生クリアボイスでええわみたいなとこあって、それなんか良かったです。で話によるとあれですよね、講義聞く時期がだいぶ遅くなっちゃった。そうなんですね、うん、で、なんかこうこの間ずいぶん前に調べてみたんですけど、あ、出しましょうか。あ、どうぞどうぞ、うん、はいはい、お願いします、うん、
て、ですね、これはあの一番左の行ですね、一番左の行が、一番左の行が、あの先生のビデオを視聴した時期なんですね。で、7月に僕申し込んだんですけど、はいはい、なんか結構ね、なんか、7月ってここですね。そうですね、7月にそれ申し込んで、はいはい、で、民法が見終わったのが、多分ね、12月のね、下旬なんですよ。あ、ここですね。はいはい。なんかすごいゆっくりやってたんですね。なるほど。でその後、まあ、不動産登記法って感じで進んでったんで、結構2019年年明けですね。明けぐらいから不動産登記にやってた感じですね。そうなんです。だから予定が全部こうなんかこう、はいはいはい、なんていうかこう後ろ倒しになっちゃったんです。それ予定通りなわけじゃないんですよね。仕事が忙しかったりとか。うん、そうなんですよ。うん、でなんかうわ急がなきゃって言ったのがね、うん、5月の。5月。中あそう 5月ぐらいから10連休だったんですよね、5月が、うん、でそこからこうやばいやばいって感じで、まあ、こう 横もね、まあ、先生ご覧いただければいいんですけど、はいはい、あの結構そこからうおーってやったって感じなんで、あれですね、あの商業登記法の講義を聞き始めたのが5月なんですね。そうなんですよ。すごいですね。なんか、うん、最後の司法書士法が最後なんですけど、先生最後になんかこう今日は3月18日か4日なんで、はいはい、こうあと残り3ヶ月こういうことが俺今6月だけどみたいな、こうなんかそうだから本当に予定が押し押しになっちゃって、うん、でも一応見終わってですね、で、はい、それと並行してよかったの、それと並行してあの、うん、記述のベースアップ講座をですね、はいはいはい、あのこれ5月あのこれですかね、この5月6月ぐらいにやってたんですけど、はいはい、うん、それもよく、ね、そうですね、それもすごい良かったです。で、うん、だからそうするとですね、あの、うん、もう一個難しい、うん、違う、難しい答練ありましたよね、あの聖戦答練ってやつ、ファイナル編ですね、で、うん、あとあの模試ですよね、はい、まあ、実はね間に合わなかったです。受けてない、受けてないです、間に合わなかったです。なるほど。じゃあもうインプット講義をやってぶつけ本番みたいな感じですね。そうなんです。で時間配分とかも、うん、まあ、当然模試とか解いたこと分からなかったんですけど、これも完全に先生授業中に、うん、あの午後の試験はこう択一1時間、うん、残り2時間で1時間ずつっていう、うん、もうそれを信じて、もうそれに違いないみたいな感じでこうやってました。なるほど。そっか、当連とか模擬テストを受けない、受けられなかったって方はあまりいないと思うんですけども。そうなんです、あれ、そうなんです、まあ結果オーライなんですけど、ね、あれ絶対受けた方がいいですね。そうですね、うん、ただあれですね、これ遅れちゃってる方も諦めちゃいけないってことですね。あ、本当そうなんですね、うん、なんか、まあ、そのちょうど僕の年7月7日だったんですけど、うん、16時まで諦めない。なるほど。16時まで諦めない、うん、なんか途中でね諦めてるっぽい人はダメですね、最後で諦めない。でもね、私もそうなんですよ、私も商業登記とか5月6月にやっぱりインプットとかしてましたからね、うんうん、あ、そうだったんですね、うん、でね、6月ぐらいの登連、あ、5月ぐらいかなの登連で2点とか、うん、なんか先生フェイス、ん、ツイッターですよね、ツイッターかなんかにね、うん、あのなんかこれが僕の答案で、なんか昔あれなんですよね、そうそう、多分三要数字じゃなくてなんかあの1万円の1みたいな字書いてましたよね、うん、なんか、うん、あ、なんか昔っぽいなと思いながら、うん、1、2、3、10が難しい字で、うんうん、そういうの見てくれて、そうなんですよ、はい、うん、だからあれ見て、あ、うん、先生でも、もしかしたら先生も似てんだか、俺でもなんとかなるかもしれないみたいな、そうですね、で、この携帯招集なんかも最後までやってくれたわけですね、ですね、うんうん、この直前期にやっぱり助かりました、そういうのはですね、で、うん、携帯司法書士すごいいい本、まあ、なんか著者の、ね、前でなんかいい本だなっていうのもなんかすごい失礼なんですけど、いや、これいい本だなって思うのが、うん、結構こういうなんか、まあ、こういう本って例えば、うん、まあ、著者の人とかも、うん、当然、まあ、著者の人は超物知りじゃないですか、で多分そのうち改訂版とか出すと、あ、これも盛り込んだこと、あ、これも盛り込んだことになって、うん、どんどん厚くなんかありますよね、なんか初版は薄い本だったりなんか第二版になったら、ね、何やこれみたいなね、はいはい、でそのなんていうその本当にその、うん、パラパラって回せるようにとか、うん、例えばこの、まあ、タイトル通りでその、うん、例えば電車の中とか携帯して持ち運べるようにっていったこ、うん、まあ、そういった面をなんか重視っていうかやっぱされてて、うん、そのなんかこれ多分今第3版で次第4版が出てますね、色変わって、今本屋さんで見るとなんかこう別に熱くなってないし、ね、これ多分その先生多分わざとその必要最小限にわざと抑えて、うん、例えばそのなんかこう打足って言ったら怒られちゃいますけど、うん、こうなんかこう量をすごいこう絶妙にコントロールしてるんだろうなっていうふうに思いました。さすがですね、うん、あのどうしてもこう講義やってるとあれも教えたいこれも教えたい、ね、こっちが詳しくなればなるほどやっぱり出てくるんですけれどもね、うんうん、そこをどう絞り込むかってやっぱり大事で、受験生っていうのはやっぱり1年間でできることしかできないわけですね、特にこうやってね仕事をされて一生懸命やってる方であれば、うんうん、ですから、まあ、こちらもですこれも覚えてくださいこれも覚えてくださいっていうのは楽だし絶対当たるんですけども、うんうん、やっぱりそこをいかにこう教えないっていうことはやっぱり大事ですよね。うん、だからやっぱり、まあ、例えば、まあ、皆さん、まあ、
皆さん24時間しか持ってなくて、うん、でないですよね、なんか僕1週間ここの間ですとかないですよ ね、 ないですね。だからそうすると持ち時間はみんな決まってて、その中で例えばまあ仕事やってる人がいたりとか、例えば一人とお子さん育てながら、ね、受験しましたって方もいらっしゃるわけ で、でそういった時にこの本当になんかこの必要最小限で、なおかつその、うん、解説もこうダラダラダラって感じじゃなくて、こうピンポイントで、うん、はい、これ絶対落としますよみたいな、こう、はい、例えばこれ委員会証明書気をつけましょうねとか、うん、その特にこっちの記述ですよね、記述のすごい解説がこう、あ、これうまそうなんだよねみたいな、こうピンポイントで解説してあったのがすごい良かったです、うん、はい、ありがとうございます。で今日はあの成績表も持ってきていただきましたね、うん、はい、こちらですね。で、まあ、こうやって合格されてるんですが、うん、目を引くのがこの記述が21番ですね。そうです、すごいいい成績で、いや、もう記述ね、はい、もうすごいね、あの頑張りました。開示答案ですね、うん、これあの法務省にですね、あの、お願いしますって書類を送ってですね、そしたらあの見せてくれました。はいはい、でこういう感じなんですけど、あれですね、もう回答も短めに、うん、そうなんです、講義で私も言ってますよね。ですよね、先生がおっしゃってたのが、うん、その書式ベーシック、はいはいはい、書式ベーシック、先生授業中にあの、ほら宿題で解いていってくださいねで、最初の10分間にその解説をされてたと思うんですけど、はいはい、うん、実際こんなに書けませんよみたいなことをおっしゃって、やっぱりそれがすごい覚えてて、で会場でこんな、まあ、1時間で書いてられないんじゃないですか、で、うん、だからもう必要最小限だけ書いて、まあ、1点くればめっきもんだなみたいな感じで書いたのがやっぱり良かったかなって。結構模範解答だけで多分勉強してると、うん、多分そういうことができないのかな、多分独学の人とか辛いのかなって。そうですね、分かんないじゃないですかね、うん、そのこれあんま書かなくていいのかもとか分かんないんで。そうなんですよ、あの、うん、本なんかだとやっぱり模範的なものを示さなければいけないっていうのありますから、うんうんうん、そうするとやっぱりそれを全部書いちゃおうっていう方もいるんですけれども、うんうん、やっぱりあの本当に 1,2 行で点数がちゃんと来てるってことですよね、うん、成績が21番ですから、あのこれで成績点数来てますからね、それ安心してさて講義の通り書いていただければいいのかなと思います、ね、その、ね、おかげでですね、うん、まあ、今回あの、はい、登録免許税の計算が面倒くさい年だったんですよね、確かね、はいはいはい、うん、で、ね、そのおかげで時間をこう節約して、一生懸命こうなんか、なんかこう計算できました、全部できました、でなんかこう全部完璧とか思ってて、うん、これマンションの問題だったんですよね、あれ敷地と建物でそれぞれ変更登記とかって1000円かかるじゃないですか、うん、全部忘れて1000円とか書いてるか、そっちは罰だと思うんですけ ど、 あっちの18万何千って方は難しい方の計算あってました、そっちは。さすがですね、ありがとうございます、ということで、まあ、期日なんかも参考にしていただければと思いますね、うんうん、で最後にあのこれから、はい、司法書士を目指す方に、はい、アドバイスとかあればお願いします。あ、はい、です、まあ、あの今回ですね、あの先生にお世話になってですね、はい、あの運よく一発で合格することが、まあ、先生ありがとうございました。で、ですね、あの先生 の、 あのウェブサイトとかにも書いてあるんですけど、あのなんかショートカット、その合格までのショートカットをお手伝いしますよって先生おっしゃってるんですけど、はいはい、そのやっぱりなんていうか、その先生のいろいろさっきおっしゃってた、その例えば事前準備を、ね、あの綿密にされて授業をしていただいたりとかで、その本当に最大限ショートカットできたのかなっていうふうに思います、うん、はい、で、はい、あとですね、あのさっきも話に出てきたと思うんですけど、なんですか、その結構その全部のパッケージ の、 その講座の中で一部解いてませんよっていうのもあったんですけど、うん、まあ、運よく合格できて、うん、で多分、まあ、これ想像ですけど、多分先生のおっしゃってたことを 100% やるとこう合格者がいて、こう絶対受かりますってところに多分来れるんですよね、うん、その初学者の人でも、はいはい、でこの多分下の方って多分もう結構運の要素っていうんですかね、そのこの辺の人たちってもう絶対受かるんですよね、多分どんな問題が出ても、だからそこをまあ目指すのが一番いいんですけどもね、で僕は多分この辺なんですよね、うん、まあ、あの総合点化すると多分この辺なんですけど、うん、ここって多分運で結構多分ギリギリ落ちた人とギリギリ受かった人って入れ替わるんです。そうですね、うん、あの最後の 2,3 週間で本当に下3分の1が入れ替わるとも言われてますね。あ、そうなんですね、うんうん、でだからそのみんなこっちばっかりね、こうなこんなやんなきゃいけないんだ、うわ、まあ、そうなんですけど、うん、でも結構ここに運よく入れるかもしれないってことがあるから、うん、さっき、ね、あの出てきたようにその本当に試験終了の16時半終了ですって言われるまで、まあ、諦めることなくですね、本当ひたすらやるのが良かったのかなって、ね、今回その結構会場で泣いてる人とかもいたんですよね、あの、でなんですけど、いやこれもしかしたら受かるかもしれんみたいな感じで、うん、やっぱ諦めなくてよかったなっていうのが正直なところです。なるほど、もうあのインプット講義って3月ぐらいに終わりますけど、5月ぐらいにこの商業登記を聞いてるのは人よりだいぶ遅れているわけじゃないですか、ですね、うん、諦めたくなりませんでした。もうそういう方ってもう来年でいいかとか思っちゃう方も多いんですよね。いやでもね、うん、なんかこれ結構不思議な体験だったんですけど、うん、結構あのよくあの辛いことなかったですかとかよく聞かれるんですけど、なんか授業結構楽しくて辛いことなかったんですよ。あ、授業楽しかった。いや楽しかったです、本当に。だから結構なんか1日前仕事前やなことないじゃないですか、うん、やだな、なんか
あのお客さんムカつくなと、あの今日これあのお客さんムカつくなとか思いながらこう、うん、でこうなんだっけ。でこうパソコンと楽しいんですよね。こう、うん、あなんかあ国民的アニメ出てきたみたいな感じでこう楽しかったですね。そうですね。うんまあ、楽しく聞いていただいたのは一番ですね。だからそれもあって結構なんかその集中してできたから、はい、やっぱりそのなんかそうどうしようとかあんまね考える余裕っていうのかな、うん、考えること今楽しいなって授業を見てたって感じなんですよね。うん、なるほど、うん。あまり余計なこと考える時間もなかったんですね。うん、むしろなんか試験終わってからこう。うんネット匿名掲示板とか見ちゃってですね、うん、あこれどうしようみたいな、なんか丸々点取らないと受かんないとか書いたら、わあ、どうしようとか、なんかそういうのが、やっぱ逆に受かった、試験受けた後の方が辛かったかもしれないですね。なるほど、試験受けて合格するまでも辛いっていう話もよくありますもんね。なんかこう、そわそわしちゃってですね、うん、あどうしようどうしようみたいな。で、本当は、まあ、正直、その自己採点して、まあ、もしかしたらこれちょっと落ちたかなって思ったんですけど、うん、ちょっと次の年のね、勉強すべきなので、なんかこう、そわそわしちゃってですね、うん、こう勉強できて、で、なんか途中から、うん、さっきの携帯司法書士じゃないですか、なんかこう、結構、ひな形とか見てですね、うん、あそうこのひな形忘れてんなみたいな感じで、うん、それでなんかだんだん落ち着きを取り戻していったみたいな感じでした。なるほど。できなかったわけですね。そうですね。もう本当なんか最後の方になって、あなんかちょっと忘れちゃってからもう一回勉強しようって言って、うんまあ、始めたぐらいに合格発表があって、うん、受かったって感じで、はい、よかったです、はい今日はいろいろ藤岡さんの方にあの1回で受かった体験の方を聞いていきました。いろいろ役立てるところがあったと思いますから、ぜひ皆様後に続いていただければと思います、はいありがとうございました。はい、どうも先生ありがとうございました。